はい、皆さん、こんばんは。ということでね、ちょっとね、元気がないんで、今回はちょっとボイスダイアリーでごめんなさい。第何回目だ、これ。第4、40もいったかい。まあ、とりあえず、第何回目かっていうのは、ちょっと置いといて、まあ、自分のチャンネルみんなでやったらいいや。あ、41回目。ああ、そうやな。そう、41回目か。早いもんだ。というわけでね、100人の時にね、突破をしたらなんかやりますと言ったんで、思い切って、とある方が言う、まあ、思い出に浸ろうかっていうことでね。というわけで、自分のチャンネル見ながらね、こんなことやったなっていうのをね、自分の動画を見返しながらやると。だから、ね、自分の YouTube を見て、で、こんなことやってたなっていう、なんかね、思い出に浸れたらいいなと。と言ってもな、多分死にゲーが多いんだろうな。伸びてるやつでね、一番多いのがね、多分、朝クリはそんな伸びてないんですよね。だいたい視聴回数が多いのは、ニーアレプリカントはちょっと失速気味だったのよ。で、周回プレイでね、エンディングだけ片押しとけばよかったのかなと思ったりもするんですけど。あと、リトルナイトミア。で、なぜか2の盛り上がりがすごかったんですよ。やっぱやる時間かな。遅かったのもあったんですよね。1と2の差が激しいんですよね。なんか30回ぐらいが平均だったのが、これがなんか、40回ぐらい？そうね、最後がかなり盛り上がる感じになって。で、なぜか右肩上がりだったんだよね。最初なんかやったら、なんか、29回とかだったのが、62回が2回目、最終的に128回っていうのを言ってしまったんでね、驚きですよ。いやー、驚き驚き。で、かといって、アサシンクリードどうなのっていうと、失速気味。ブラザーフットとかそのあたり、一番盛り上がったので、多分ね、オリジンかな、その、まあ、時期にもよるんですけど、だから大体、まあ、10回から、まあ、少なくとも一桁は言ってないのが救い。何よりな。でもやっぱ2王の方とかそういったのが視聴回数が多いんですよね。平均的に多分70回は言ってんじゃないかな。いや、65ぐらいか。低いのもあるんでね。あと、クラッシュバンディングもやらなきゃなとは思うんですよね。なんで、スカーレットネクサスが終わったら、死にゲー枠しようかなと思ったんですけど、クラッシュもしようかなと思うんですけど、まあ、とりあえずそこら辺は、木曜日の夜、帰って元気があったら、やろうかな。体調悪いんで今日はね、ぐっすり寝ようと思います。というわけで、木曜日の、まあ、9時、金曜日が休みなんで、それぐらいにはやろうかなと思います。とりあえず、帰るのが8、なちょっと時間かかるな、10時ぐらい。夜の10時ぐらいになったら、ちょっと OBS で配信しようと思います。よかったら遊びに来てね。というわけでね、短いですけど、4分ちょっと。はい。ではちょっと確認して動画あげます。では皆さん、良き夜をおやすみなさーい。